今回は軽井沢の森の中に立つ軽井沢の家山荘を紹介します。軽井沢の家は建築家吉村順三による自邸別荘で、軽井沢の森の緑の中に溶け込むように立つ最小限住宅です。1階部分の RC 像の上の2階部分に鳥の巣箱のような木造部分が載っています。木造空間を大地から切り離すことで、湿気の多い森の中の敷地から木造空間を守っています。その2階の木造空間に食堂や居間、寝室などが配され、生活の場が計画されています。とりわけ2階の居間は1階の RC 部分から大きく跳ね出し、大きなガラス戸や雨戸などはすべて戸袋の中に引き込めます。そのため跳ね出した居間が外部の森と一体化し、森の中に浮かんでいるように感じます。その居間の下部1階部分は屋外テラスとなっています。学科試験ではどう問われる？平成8年1996年の1級建築士学科試験で問われた知識です。軽井沢の家吉村順三、1962年は片流れの屋根と2階の居間を中心とした平面計画である。回答丸。グッドラックトゥーザアーキテクツ。